はじめまして、相原豊です。海外でプロサッカー選手をやらせてもらって、今は、タイの方でプロフットサルクラブのオーナー兼選手としてやらせてもらってます。今コロナでいろいろ外に出てサッカー思いっきりできないとかあると思うんだけど、僕海外出て結構いろんな外国の人に日本人のイメージで空手空手って言われて、そういう時になんか空手やっとけばよかったかなとか、そういうふうに思ってたんで、今この時期にいろんなことをやっといたら将来もしかしたら外国行ってプレーするってなった時に空手やってたらちょっとみんなから受けが良かったりとか、なんかいろんなことって自分の身になると思うんで、この時期に無理に外に出て思いっきりサッカーしたいっていう気持ちもわかるけど、今自分の身につく何か魅力をいろいろ取り入れるのが入れるのも大事なんじゃないかなと思うので、サッカーやりたいっていう気持ちをぐっとこらえて、まあ、自分の魅力を大いに今のうちに蓄えてください。では。